デュエルリンクスにはキノコが最強だった時代がある。どうも皆さん、こんにちは、リュウです。さあ本日なんですが、またね、過去の環境デッキ救済していきたいと思っておりまして、本日救済していくのは神羅です。神羅って皆さんご存知ですか？2017年か、まあ、そのくらいにですね、環境に居座り続けましたですね、デュエルリンクス環境を切っての、まあ、最強デッキと名高いシンラというモンスターですね。まあ、このめくって効果を発動するっていう、まあ、モンスターが結構多いのが特徴でございましてですね、当時はデュエルリンクスはメンコであると、言われていました。先行ソウル、先行キノコセットで、キノコリバース最強と、そういう時代でしたね、基本的には。で、このシンラの影防止ストールとか、まあ、リーフとかが、まあ、一時期ちょっとリミットに入っていたんですが、今回はですね、まあ、リミット完全解除されてますんでですね、まあ、ちょっとこれが入ってますけどね、まだね、バララバーが入ってますけども、まあ、解除されてるんで結構ね、で今日はしっかりと救っていきたい。そしてシンラデッキ何が強いかっていうと、属性が強いんですよ。炎でしょ、水でしょ、強いですよね、もちろんね。で、動き方は、まあ、もちろんこんな、こいつこんなの入れなくても、結構チューナーとかね、入れとくとシンクロ召喚結構できるんで、今ね、環境的には。なので、まあ、そこそこ、まあ、戦えるデッキになってるかなと思います。まあ、ちょっと、これ、商人か、そのキノコがリバースできないと、ちょっと、ささに弱いという話はありますけれども、今日はですね、皆さんにね、デュエルリンクスが、メンコであった頃の記憶を取り戻していただきたい。そんな風に考えております。それでは早速やっていきましょう。デュエルっていうか、オセロ、スタンバイ。さあ、シンラとかいうね、激ヤバデッキをね、作っていきたいと思います。皆さんは、シンラというデッキ、ご存知でしょうか？このね、2016、17年くらいだと思うんですけど、環境にはびこってやがりましたですね。通称、メンコデッキ、まあ、またの名はオセロデッキというんですけども、ちょっとですね、キノコをひっくり返して、暴れ回って勝つっていうデッキなんですけどね。なるほど、これはもうなんかちょっと魂のリーフ召喚で分からせに行くしかないまでありますけどね。アレイスターこれ飛んなそうなんだよな。呼吸トスとか出させてくれるわけない気がするんだが、これマジでリーフ召喚からなんか動くしかない気がするんだけど、どう思います？皆さん、葉っぱ召喚、葉っぱ体召喚して葉っぱ体の効果を発動。葉っぱ体の効果によってデッキトップ2枚をめくって墓地に送りたい。とりあえず効果は通ったんで、まあ一応ね、はいはい、20 OK、 はい、あー、スポア、なるほどね。まあまあまあ、でも悪くはないね、悪くないだろう。墓地の人参の効果を使って、まあ、スポーアだと、スポーアだと5になったら5、8、いいみたいね。人参を特殊召喚していこう。人参を特殊召喚して、ワンキルが取られないように、一回まずは壁を並べていきましょう。壁を並べていく。さあ、ワンチャン相手ミスるところ、ブラックローズ飛ばせるぞ。さあ、これで人参を特殊召喚だ。そして、スポーア特殊召喚。スポーア特殊召喚して、これと、まあでも通らないですよね。来たー、ナビゲート。待って、ちょっと待って、それは早いんだけど、これどっち行くの？これマジでさ、ワンチャンリーフ残してくんねえかな。まあじゃなくて、間違えた、人参残してくんねえかな。人参ちょ、リーフ除外みたいなパターンマジでないそれ、頼む。いや、神ゲーなんだけど。スポーは来た。でスポーは特殊召喚から特殊召喚しで、レベル4、人参レベル3、スポーアをチューニング分からしていけ。漆黒の、黒い漆黒がどうのこうの、なんだっけ召喚工場忘れたわ。バゴーン、よしよっしゃー、分からせた。1枚で、あれ多分あれでしょ、カーテンでしょ。いや、言うて、ワンキルは取れないはずやから、カーテンは。いや、でもそれ強いね。強いけども。で、カーテンと、イリュージョンマジック、オッケー。カーテンとイリュージョンマジックは全然オッケー。問題ない。で、カーテン、オッケー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 。カーテンはオッケー。で、炎いるから、プルカス出せる。
プルカス出せるし、ブラックマジシャンの2500のダイレクトとかでもどうでもいいから。はい、でそれイリュージョンマジックね、オッケー。こんなクソ雑魚クソ雑魚ブラックマジシャンには本当分からしていきたい。基本的にはキノコリバースできんかったけどな、ワルブか。あーもうやっぱ人参めっちゃ強いな、人参めちゃくちゃ強いな。であれイリュージョンマジックでしょ、あれイリュージョンマジックでしょ、あれイリュージョンマジックなんですよ。だからですね、いろいろありますが、まあ、呼吸として処すこともできるんだけど、呼吸としてはねえや、プリカトリオ、まあ、とりあえず人参を特殊召喚しまして、はい、であれですよ、ふんどしおじさんですよ、ふんどしおじさんを召喚して、これ3枚でもさ、これさ3枚別にバレバレからいけるもんな、バレバレからまあ蘇生はできる。一旦こうして、でこうして、でふんどしおじさんのデッキトップ3枚めくるっていう面子効果発動、来いストール、ストール、リーフ、リーフ、ナイスナイス、ダッチー強すぎー、ガー最強だー。さあお相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デュエル3枚、海馬社長来た、キノコ、キノコセットエンド、キノコセット、キノコセットエンドとか何時代だよ。まあでもこれロマン求めて魔導雑貨商人セットエンドもあるね、セットセット、あーわかんねえな、魔導雑貨商人か、これロマン求めるのあるね、これロマン求めるのあるんだよな。いや確実に5枚落とすかロマンを求めるかみたいなとこあるんだけど、とりあえずちょっと一回虫行くわ、ちょロマン求めるサンダーブレイクやめて、オッケー。普通のファイバー社長、ブラックマジシャンとかそっち系のモンスターでしょうか、モンスターじゃないデッキでしょうか。さあ、おさあ、あとはデッキトップが、デッキトップ召喚魔術めちゃくちゃ眠ってくんねえかな、召喚魔術めっちゃ眠ってるみたいなパターンねえかな。さあ魔導雑貨商人のモンスター効果を発動、魔法トラップカードが出るまで自分のデッキから面子するっていう効果、自分のデッキを面子する、リーフ OK、 リーフいらない、あ人参はナイス、忍者忍者落ち着き、レギア、はい、ストール、あストールナイス、いいよストール、いいね、あスタッツ最強だ、強すぎる、バカ強い、わー強い、ちょっと待って強すぎ問題発生。多くの効果では発動一応しとこうか、デッキの枚数を回復していく、多くの効果によってデッキトップに何を送るかっていう話、うん、何でもいいな、何でもいいな、何でもいいけどこれでいいか。で多くの効果発動しない、でリーフの効果も発動しない、でストールの効果は発動していく、いけ、ゴリゴリ、こっから行こう、こっから全部いって、でこれキノコ効果で、キノコ効果、あ間違えた、ちょ間違えた、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 違う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 、葉っぱもいいんだって、葉っぱはいらない、でストール OK、 ストール効果でも大丈夫、多分いける、多分いける、多分いける、でリーフ効果発動しない、ちょ待って、間違えた、間違えた、間違えた、ちょっとアドバンス召喚、多くの最強効果が、まあいいや、さあどうする、さあどうする、最強効果によって相手、これちなみにモンスター2枚もぶっ壊せるし、魔法トラップ2枚もぶっ壊せるしっていうやべえこと起きてますからね。さあブラックマジシャンを捨てていく、さあブラックマジシャンを捨てることによって、これイリュージョンいるかな、イリュージョンいたらちょっとめんどくさいんだね、若干イリュージョンいたら若干めんどくさいっていう、あめんどくさいね、めんどくさいね、それ劇的にめんどくさいね、それ劇的にめんどくさい、デッキトップ間違えたか、ボジョ君の、これリーグでよかったな、だとしたら、んまあとりあえずなんかめちゃくちゃいろいろできるんですけど、こっからはほんと宇宙みたいな動きするんですが、まあ、とりあえずですね、バララバーですか、バララバーいきますか、バララバー召喚権を残しといて、呼吸とスパイ戦を出せるようにしといた方がいいよな、特殊召喚していく、おい、でだ、バルブ召喚でいいか、バルブ召喚で、ブラックローズドラゴン立てる、で、これね、ブラックローズドラゴンのめちゃくちゃ最強隠された効果、ナンバー2使います、ブラックローズドラゴンの効果、墓地から植物毒モンスターをゲームから除外し、相手の守備用紙モンスターを叩き起こして攻撃力をゼロにするという効果、やばすぎる効果、これはね、最強なんですよ。でですね、人参の効果を使って、これなんかいろいろできすぎて何からやっていいか分かんねえ、でこうするんじゃん、でですね、アルマデスいるんですでしたっけ、いないですね、まずスクラップドラゴンいきます、じゃあとりあえず、バルブ効果使って蘇生していく、はい最強、
はい、最強遊戯王はメンコ。さあ、お相手の方、結城十代選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。これはキノコリバース以外ないね。キノコ、あ、まあ、今どうだろうな、まあ、バララバーセットっていうのも、あ、バララバーじゃねえや、人参セットも結構これあるんですよ。実は人参セットパターンもあって、これね、結構ね、当時のもうほんと 2,3 年前だけど、当時のデスティニーでOK、当時の神羅使いもうこれ諸説あって、ストールをセットするのか人参をセットするのかみたいなの結構あってさ、リバースさせてくんなかったら人参セットの方が強いんですよ。まあ、でもこれはまあリバースさせてくれそうじゃね。ストールヒーローって多分戦闘するからさ、基本的に多分ね、これストールのこのキノコリバースで、リーフとかあとキノコを落とした方が強いと俺は思う。さあどうだ。さあ、あ、エアーマン召喚強いね。さあ、エアーマン召喚は強い。マスクチェンジはあると思いますけれども、まあ、ここは、葉っぱを落とせば本当なんとでもなる。葉っぱを落とすことによって相手のモンスターを除去し、そしてキノコでキノコを落とすことによって相手のマスクチェンジかなんかも割れるっていうね、これダメ捨てなんだね。そしてで、ストール、キノコリバース。さあ、キノコリバース効果やばい。天罰や。あー、セツリア。いや、あの、マスクない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 、マスクはない、あ、マスクないな、マスクないね、マスクない、マスクー。